甲馬市は中華人民共和国三西省臨墳市に位置する研究市。甲馬市は三西省南部、大土高原中の臨墳盆地の西南部の河北岸に位置する。北から流れてきた川川や東から流れてきた川が通り市の西で川川へと合流し西方の甲河方面へと流れている。高馬市は古来から交通の要衝とされ、春秋時代から 戦国時代にかけては、新太と称され、進むの国土が設置されていた。全館には、後県が置かれこの地域の行政の中心地であった。工場には1961年に第一陣の全国、重点文物保護単位に指定された、工場進む国一子があり、新仰家内をはじめとする、数々の文物が出土している。1958年、極翼県、信仰県及び、 高県の一部が統合され高馬市が設置された。1963年には極翼県と改変。1971年に極翼県より高馬県が分割設置され現在に至る。現在も山西省南部の陸上交通の中心で、大道市から大原市を通り風量渡しを経て、海市に至るの南北の幹線道、川線、 西安市から工場に至る交際線、工場と東の河南省合山を結び最終的には山東省日照港へ達する高月線が工場で交差している。また山西省と仙西省を結ぶ高速道路の台雲高速航路や東西南北への国道も通っている。こうしたことから機械工業や物流企業などが立地し内陸部の製品を臨海部へと運ぶ拠点になっている。 ありがとうございます。